三美屋商店は1868年に開業し、和歌山県日高郡日高川町の寒川で小売販売等の事業を営む個人企業である。1868年に三美で開業し、現在は和歌山県日高郡日高川町の寒川で小売りを行っている。仕入れは主に同県の御坊市と田辺市から行っており、自家製の特産品の販売も行っている。自家製のぬか漬け、永助漬のぬか床は、1868年の開業当初より引き継がれている。初代、福島永助-1906年は、三美の出身で、同じく三美出身で、カナダ移民の父とも呼ばれる、九木平は甥にあたる。永助が、幕末に湯浅に移住、明治開元の頃から、寒川村との間で行商を始めたのが三美屋の始まりである。当初は湯浅からは、小間物やいりこを、寒川からは、現地産の椎茸を運び、両地を往復していた。1876年10月、寒川の土井で家を借り、湯浅から移転、1883年5月には家を購入した。やがて日高川沿いの交通状況が改善すると、三美屋は1897年頃から製茶工場を建て、茶の扱いを始めた。二代目永助-1935年の時代になると、茶や酒炉など農産物全般へと取扱品目を広げていった。1935年頃に撮影された三美屋百貨店の看板を掲げる店舗の写真が残されている。しかしこの時代は後に統制が進行、人手不足もあり、椎茸を除く農産物の販売から手を引かざるを得なくなった。1953年には戦前からの店舗が紀州大水害で被害を受け、店舗が建て替えられた。昭和40年代には農薬と医薬品を除く生活必需品全般を扱うようになっている。ありがとうございます。